日は UFO 侵略のプロモーションイベントに来ています。一応宇宙人みたいなのを過去に作ったことがあるので、はい、なぜか髪の毛の上で保管してます。人形用のです。映画とても面白かったです。またなんか心霊のこともちょっと話せたので、それも楽しかったですね。やっぱり UFO と遭遇してみたいと思うので、何かそういう情報があればぜひ教えてほしいと思いました。ありがとうございます。はい、今日のなんか衣装は何をイメージされた水着なんですか？それは胸元が一応ラムちゃんのイメージで、で背中もこういうふうに羽を生やしてみて、ちょっと人間ではない何か未確認、飛行はしてないけど生物みたいなユーマ的な何かになってみたいなと思いました。はい。